い、こんにちは、くんです。ということで、今回は、アリノス工場戦第2弾。今回は、水没したアリノスはどうですかというですね、コメントがあったので、今回は、左下に水没したアリノスの設計図を用意しました。はい、左下に注目してください。少しお聞きしましょう。右下の、なんか、ジャボジャボしてるところが、まあ、女王の部屋ですね。まあ、ここに、女王が水でぷかぷか浮いてると。真ん中にある水がすごい長いところの奥から、リスポーンしてくるって感じですね、守り側は。で、攻め側は上から来ると。っていう風な感じでいきます。なんで、結構ね、コメントでいろんな意見があったんで、また参考にしつついろいろやっていこうかなと思うんで、もしよかったらコメントとかにこういうのがいいとか、ああいう風なのがいいとかあったら、何やってんだアルビ、書いてください。今日は女王アリを誰にするかだな。誰か女王アリ立候補する人。女王アリは水でぷかぷか浮いてる仕事だよ。まあ、じゃあトミージュニアにするか。トミージュニア女王アリね。そこまで広くなくていいよ。で、前回のその動画でちょっと守り側が強すぎるんじゃないかって指摘があったから、ちょっとね、このリスポーンしてから戻るまでに、まあ、若干のこうアスレチック要素的なのがね、あっても面白いかもしんないね。あー、徐々に進んでるね。あ、いいね、その造形体。造形部隊が造形してくれてる。もう少し狭くてもいい。やっぱアリノスっぽくするためには少し狭いぐらいがちょうどいいと思うぜ。おー、いいね、いいね。すごい。すごい、ちゃんとできてる。やりたいことがちゃんとできてるぞ。なんか、いいね、いいね、いいね。水入ってるとちょっとギミック感あっていいね。なんかこのアスレチックみたいなの作っていいよ。ちょっと気持ちでかいから。このリスポーンした場所から前線に復帰するまでの道のところにちょっとアスレチックっぽいの作ってほしい。すげえな、な洞窟みたいになってんのも。いや、水没アリノス提案した人、なかなかいいね。前のアリノス戦でも言ったんだけど、これやめた方がいいのがあって、奥側塞ぐのやめて、見づらいだけになっちゃうから、この1ブロックだけこう作るみたいな。ここを作る、入り口作ろうみたいな。これ多分ね、あんま面白くなんない気がする。見栄えがちょっと微妙になるから。はい、ということで、やっていきましょう。青が守り側ですね。で、守り側が、な、ここでみんな見てる感じだね。ま、ここで頑張るって感じかな。ちなみに7分の制限時間があります。なんかもうかわいいんだけどな、ここだけなんかファンシーな世界観になってる。とてもじゃないけど、アリノスの中では思えない。やっぱこいつ体調にして正解だったかもな。そして青側も無限リスポーンできます。でも、ここまでしか行けないので、ここまでだね。ここまでしか行けません。で、おっと、上まで行けた。すごいのあるぞ。おーおーおー、これで上まで行けるらしい。これで上まで行きな。守り側も。これで上まで飛んで、まあ、一応ここで守備につけるという風な感じかな。で、攻め側は、ここから攻めに来ると。で、守り側はね、ここで湧きます。このウミガメさんがこの産卵してる場所ですね。ここで湧いて、この水の中を頑張って通っていって、ようやく戦線復帰って感じです。おー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 。いけそうだね、これ。頑張ればいけそうだぞ。もうちょいって感じだな。コツさえつかめればいける。取り残される最前線の街明かり。じゃあ行きましょう。さあ行きましょう。アリさんたちの工場戦が今始まる。これすごいな。絵面やっぱおもろいな。あ、試合開始です。試合開始が早い早い。あ、やばい。もう出てるぞ、来てるぞ、来てるぞ、アリさんたちが。赤のアリさんたちが。たった一人で戦おうとしてる戦士がいる。もうなんか、落ち潰されるように死んでって。あ、でもなんか紛れ込んで、あー死んじゃった。紛れ込みし。意外とここいるの強いよね。ここでも死んでも全然リスクないからね、ここ。死ぬリスクないから全然。あー、いや、意外とありだね、これ。意外とここ突破できてない。こんな一人二人行ったところでしょうがないもんな。あー、ここでだいぶ止まるね、ここ。意外とこれうざいかも、お互い。突破できてないね、これ。そして、アリさん復帰するね。守りのアリさんたちはここから。え、でもこっから復帰するのうざいけどね。これ後ろからなんか湧いてくるみたいな。いや、でもこいつらうざいな。後ろからの復帰部隊。なかなかこれ強いかも。てか、ここでめっちゃ停滞してる。ここで停滞してる余裕はないんだけどね、本当は。あ、突破した突破した突破した。赤が突破してるぞ。さあ、追いかける追いかける。おっと、どこに行った？あ、なんかめちゃくちゃなことになってる。なんか水流がぶち壊れてる、ここ。水流ぶち壊れてね、なんか。あ、小太郎。小太郎頑張れ。あー。ここなんかあれあんのか、なんか普通にここで弓で戦ってる。しかもなんか死にそうだぞ、なんかこいつ。大丈夫か。あ、でも赤だいぶ来てるね。まあ、こんな感じだね、全体は。全体図。赤がちょっと、なんか青を止めてる感じなのかな。入り口で青を止めつつって感じになってる。てか無駄に死んでるし、なんか。ジャンプで飛び降りるところで無駄死にしまくってる。あ、でも頑張って止めてるね。数名で押しとどめてる感じだな。さあ。赤、だいぶ来てますよ。さあ、だいぶ来てます。この芋殺せるとでかい。さあ、突破しつつある。おっと、これ、もう、あれトミジュニ君、なんか中にいない、なんか。中に、あ、もう来られてるぞ。大丈夫か、これ。来てるよ、もう赤。赤のアリさん来てるよ。あ、戦ってる。白熊メロン頑張れ。ただ、トミー、中いる、なんか。
トミー、あー、小太郎にバレた。あー、トミー死んだ。あ、ということで、マジっすか、トミーさん。ジジイです。コマンドが作用しませんでしたが、トミーの死によりジジイです。いや、トミーさん、弱って言われてるぞ。ちょっと俺、参加しようかな。青側で参戦するわ、俺。もうちょっと改良する？青側上まで行けるような仕組み。いや、でもこれもこれでいいか。水中にいる割に早くね。本当に亀なのかよって叩かれてる。次、もうちょっと、もうちょっと次粘ろう。守りきっついから、これどうすんのこれ、前で守った方がいいよね、でも絶対これ。前で守る方がなんか、強い気はする。前線俺も出てやるわ。わしも前線出てやろうか。あ、お前らも同じ考えか。いいだろう、一緒に行こうぜ。最初に初手で食らわせたるわ。フンさんだけが頼り、任せなさい。ということで、行くぞ、俺たち突撃隊。マチャカリ突撃隊。行きます。やばいやばい、湧くぞ。湧いた、殺せ。やばいやばい。なんだこれ、なんだったんだ一体。やばい、行かないと。マチャカリ突撃隊全滅じゃねえかよ。他の戦況が全く読めないね、これ。いや、やばそうだな、これ。あ、こんな感じになるのか、ここ。こういうノリにされるんだ。これはすごいバトルになるな、ここ。これはやばいな。完全に水の中の戦いになるんだ。あー、なるほど。これは、先制復帰できませんわ。あー、なんとなくノリが分かってきたね。ここを抜けば割と裏は取れるけど、なかなか裏が取れないんだろうな。何度でも蘇って俺たちは、もう死にまくるしかないんだ。でもさっきよりは長持ちしてんのか。てか、あいつらの状況はどうなってるんだろうね、一体。トミー本人の状況が全く分からない。そ、いやー、ちょっとダメだ。止められてる。これ人数が、あ、水没船、これちょっと、なんかやんないときついな、これ。てかさ、ここやばくない？なんか前線来てた。トミージュニアのせいじゃね、今のって負けたの。IQ2 やらかしたの、トミーが。リスチ地獄だったな、完全に。余計なことせずにさ、全員でここ打ちまくった方が強いんじゃねえのかって気もするよね、若干。守りのリスが遠すぎる。守りのリスが若干遠いか。じゃ、少し変えます。ここさ、ここまっすぐぶち抜こうぜ、ここ。これだけでだいぶ違うんじゃない？もう。水要素最後だけにするとか、この最後だけ水要素使わせるってどう？ちょっとやるか。はい、ということで、あまりにも守り側が勝てないので、ちょっと構造を変化させました。具体的には、これを水を少しなくして、ストレートで復帰できるように。じゃあ、行きますよー。またマチャカリ突撃隊いるのか。はい、5、4、3、2、1、開始あ、でもこれいいかも。これうまいわ。この上にいるやつが気づかれてない、あまり。ほら、なんか殺されよるじゃん、だって。あ、結構強い。さあ、そして赤の戦闘部隊が、これは、逃げる。あー、死んだ。落ちて死んだ。あー、ナツくんいる。ナツくんやばい。ナツくんすげえムーブしてる。さあ、ここまで降りてこれるのか。あー、でも、だいぶ落ちてきてるね。あー、落ちてきたと同時に殺すって感じだね。まあ、確かにここが一番殺し時。あれ、大丈夫？突破されそうな感じですが。大丈夫ですか？あ、青さん？青側大丈夫ですか？これ。もう、いなくなってますよ。あ、でも、青割と早いから、復帰が早いから、ここでぐちゃぐちゃバトルにして何とかしてるって感じだな。あ、大丈夫。持ちこたえた。全体像見てみましょう。青側が、復帰に多少時間かかるもののって感じ。赤が、攻撃に来るのに、なんか時間を要してて、あと、ここの中、妙な足止めが発生してる、なんか。想定されてないような足止めが発生されてて。こんなところで時間を食ってる場合じゃないんだよな。前に押していかないと、赤は勝てないからね。今回は割といい勝負できそう。なんとかしてここ止めないとね。あ、止めてるのがここで。あ、これうまいな、ここの。これ止める専門の部隊がやっぱいないときついよね。誰も止めないと、あー、止める部隊いる。あ、こいついるとやっぱでかいな。止める部隊がやっぱ一人でもいると。そう、こういうことすると、その間行かれるから。さあ、その間、下は行けてないですね。これ着地、このネズミ色に着地したら死ぬからね、これ。お互いそうなんだけど。だいぶ厳しいですね。だいぶ赤一掃されたね、かなり。やっぱ閉じ込めなきゃきついよね、ここで。しっかり。さすがにこれ守りが勝ちそうな匂いがしてきたな。お、赤が落ちてきた、赤落ちてる。だいぶ赤が来てるね。あ、でもここで時間食ってんだな、かなり。ここの守り部隊が多いから、全体像見てみましょう。全体図だけど、やっぱ、守りはできてるね。この封じ込めは成功してそうな気がする。あ、これ封じ込めかなり強いわ。かなり封じ込めてるね。あ、これチャンスかもな、これ。赤ちゃんと降りていけばこれ勝てるよ、多分。かなり今いい感じに閉じ込めてるから。あ、でもちょっと人数が減ってる。あ、マチャカリうっせ、今の。あー、今、閉じ込め隊が去ったから、あとは、この前線軍団が上がれば、って感じだね。
もうこいつらにかかってるぞ、割と。さあ、ハイハトがしんがりを務めつつ。あー、これは、こいつらがいければ。あ、やばい。青が死んでる。ここで死ぬのはまずい。ここで死ぬのはちょっと弱いよね、かなり。厳しいことになる。さあ、赤。あ、青もういないぞ。トミーさん。わけわからんとこいる。わけわからんとこいるぞ。あー、やばい。トミー頑張れ。トミー逃げ出せ。トミー、おい。あー、今のちょっと惜しかった気がするよな。何か間違えばって感じだったね。ここがな、止められたのがきつかったよね、ここで。あれさえなければ、閉じ込められがなければね。てか、トミーさ、逃げればよかったのにさ、中にいるからさ、もう袋叩きにされて殺されてたよな。はい。ということで、まあ、初戦進化前ということで、ちょっとまたね、次回もう少しこのアリノスをもう少し強化してやってみようかなと思います。ということで、くんでした。おつ。